せえ。もういいよ、僕行かないよ。僕が行かないで入るならそれが一番だよね。夏。ん？リハビリの先生が今日お前が来なかったって。ああ、なんかラグビー続けられないならリハビリする意味あるかなって。僕大学戻ったらどうしようかな。生はラグビーの練習で忙しいだろうし。俺もラグビーやめる。え？お前がやってたからやってただけだ。お前がやめるなら俺もやめる。ダメだよ、そんなにうまいのに。たかが知れてるだろ。そんなことないよ、僕毎日練習見に行くし、もちろん試合だって行くし。やめないでよ、お願い。わかったけど毎日練習には来るな。特に冬は体に悪い。行きたいな。ダメだ。まあでもよかった。びっくりしたよ、思っても見ないこと言うから。久しぶりだな。え？事故があってから初めて笑ったから。お前そうかな。僕生がラグビーしてるの見るの好きだからね。特にコンバージョン決まるって分かっててもいつもドキドキして、決まった瞬間は本当に毎回気持ちいいし嬉しいし、あんな気持ちめったに味わえないよね。なら決められなくなったらどうなるんだ。また笑わなくなるのか。そう思った瞬間からまるで侵食されるみたいに安定感がなくなって、ついに入らなくなった。そんな顔するな。その顔をさせたくないんだ。せえ？何？笑ってみろ。早く。こんな感じ？もっと自然に。演技指導入る感じ？夏、お前は俺のラグビーを見るのが好きなんだよな。うん。今でも好きか？コンバージョン入らない今でも見たいと思うか？好きか？もちろん好きだよ、大好き。そうか。入っても入らなくても夏が変わらず笑うなら緊張もしない。胸のきしみに追いつけなくても立ち止まることはない、君といるなら。やった、入った、やった。感覚を忘れないうちにもう一回やろう。いや、もう大丈夫だ。欲しいものはもう手に入ってるって分かったから。